ソレグブイン1913、ヒョードル・ソログープは、ロシア象徴主義の詩人、小説家、劇作家、随筆家。本名は、ヒョードル・クジミチ・テテルニコフ。ソログープは、世紀末の文学や哲学に、特徴的な、陰気で、悲観主義的な要素を、ロシアの散文に取り入れた、最初の作家であり、しばしば死を主要な題材に選んでいる。最も有名な小説、小悪魔は、 ロシアでボッシュロスチとして知られる概念を葛飾しようとする試みであった。1902年に連載小説として発表され、1907年に定本が出版されると、たちまちベストセラー入りを果たし、作者の存命中に10版を重ねた。内容は、人間性にまるで取り柄のない田舎教師ペレドノフの物語である。この作品は、 ロシア社会についての辛辣な告発として受け入れられたが豊かな刑事上学小説であり、またロシア象徴主義運動が生んだ主要な三文作品の一つである。次なる大作、創造される伝説は、血の涙、女王オルトリューダ、煙と灰の三部からなる長編小説であり、同じような多くの登場人物が出てくるが、むしろ楽天的で希望に満ちた世界観を示している。 ソロングープは代表作が小説でありながらも研究者や文学者仲間からは詩人として最も敬意を払われてきた。象徴主義の詩人バレリー・ブリュー・ソフはソロングープの詩の完結さを称賛してプーシキン並みに完璧な形式を有していると評した。他の多くの同時代の作家が新たな文学や自分たちを代弁する美学的なペルソナを作り出すことを誇った中で ソログープは仮面の下を別件することと、そして内なる真実を探求する機会であると、かっぱした。ありがとうございます。